Rallies。 皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。21日に春季関東学生リーグが閉幕しました。今回は男子一部の結果をお伝えいたします。男子一部は5勝1敗で明治大学と日本大学が並び最終日を迎えました。明治大学は専修大学戦に勝てば優勝、日本大学は中央大学戦に勝ち、明治大学が負ければ優勝となっていました。先に試合を終えたのは日本大学。4年生の香山選手が今季7勝目を挙げ、小林選手、伊藤選手が単幅で3点を奪い、中央大学を4対1で退けました。一方の明治大学は前半を宮川選手と桜井選手が奪い、2対1で折り返すと、ダブルスも 2-0 とリード。しかしここから専修大学が息を吹き返し、野田・阿部ペアが3対2で宮川・飯村ペアを下すと、5番はその勢いのまま野田選手が飯村選手に勝利。明治大学は2対3と後がなくなり、6、7番が2大進行に。先に7番の手塚選手が勝利し、優勝の行方は6番の山本選手と星選手の試合に託されました。専修大学の星選手が2対0とリードするも、王者の意地か山本選手がマッチポイントをしのぎ2対2に。しかし最終ゲームは星選手の勢いを止められず勝負あり、マッチカウント4対2で専修大学が明治大学を下し、日本大学の優勝が決まりました。試合後に日本大学の内田監督、主将の手塚選手、主勲賞の香山選手、2点起用の小林選手、伊藤選手にコメントをいただきました。優勝おめでとうございます。いや本当にありがとうございます。今のお気持ちをまたお願いします。はい、本当に38年ぶりにここまでできるとは本当に私が監督になって思ってませんでした。ただ本当にね、学生たちがここまで私を信じて男女ともついてきてくれたんで、この結果があると思います。本当に金道たちが入ってくれて、香山、小林、広夢、伊藤、あと新苗とか本当にみんなが頑張ってくれた結果なんで、あとコロナの時期も野崎、ホーキン、岩本、みんなが頑張ってくれた結果ここまで来たと思います。まさか打力本願じゃないですけどね、先週が勝ってくれてうちが頑張ったご褒美でここまで来たのかなと本当に思ってます。選手それぞれ、まあ、実力ある選手が揃っていて、そこで、まあ、前回ちょっと優勝とか逃してましたけど、今回春の優勝できたっていう要因としては何か挙げられますか？やはりあの前回でやっぱりその一人一人誰かが負けたら人のせいにしてたのは結構多かったんで、そうじゃなくてチームとして誰かが負けたらじゃあ次は俺が勝つっていうのをやっていこうねというのをみんなで話し合いました。で、香山がその辺もどん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 話をしてくれて、あと金光もやっぱり心配なんで来てくれたりなんかして声かけてくれてるんで、それが一番大きかったと思いますね。その優勝弾みに次インカレだったら秋リーグに向けての目標もお願いします。はい、インカレの方は去年と一昨年と3位だったので、それが一番の目標で今年もやってきたんで、さらにここで弾みをつけてインカレを本当にしっかりとかっこ悪い姿を見せないで優勝したいと思います。で、秋も、まあ、まさにこれからなんでみんな追われる立場なんで、しっかりと勝てるように頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。失敗しましたけど、まあ、優勝ということで、今振り返ってリーグ戦いかがでしたか？1戦目から苦しい試合が続いたんですけど、なんとか全員に協力して最終戦まで明治以外にちゃんと勝って進めたのがすごく良かったなと思います。ご自身もラストでチームを救う勝利を2度挙げられてますけど、自分の試合についてはいかがでしたか？本当に相手は格上だったんですけど、チームの支えがあったので、そこで皆さんの応援で勝つことができました。強力なメンバーが揃っている中で、まあ、キャプテンとしてもそうですし、まあ、ラスト選手としても出るっていうところで、その辺の、まあ、キャプテンとしてのプレッシャーだったり、選手としてのプレッシャーだったり、その辺はいかがでしたか？チームまとめるのすごい大変だったんですけど、やっぱ選手中心にコミュニケーションとったり、練習の雰囲気とかもいい感じにやってたので、それが結果につながってるかなと思います。この優勝を弾みに、今後のインカレだったら秋リーグに向けての目標もお願いします。インカレは去年3位だったので、優勝を目指して秋リーグも今回の僕が優勝だったので、次も優勝目指して頑張りたいと思います。優勝おめでとうございます。リーグ戦振り返ってどうでしたか？そうですね、苦しかったですね、全体的に。とでもみんなが一人一点自分のやるべきことをやって勝ってこれたのはすごい嬉しかったです、うん、
すごい大きな収穫でした。ご自身はシングルス連勝で貴重な1点を全試合積み重ねたわけですけど、その自分の試合についてはいかがでした？今大会自分の試合は結構調子良かったんですよね。素直に全勝っていうのはとても嬉しいです。今もまだちょっとドキドキしてて時間湧いてなくて嬉しいです。試合中も結構こうチームを鼓舞するようなガッツポーズだったり応援だったりも見られましたけど、最終学年でチームとして戦うっていうところはどのような意識でやってましたか？最終学年として自分が盛り上げていかないと、あとは自分が勝たないと示しがつかないなと、そこら辺しっかりと覚悟を持って試合に臨んで、応援も声が枯れるぐらいまでずっとみんなにも声出すように声かけてました。日本大学の団体戦への思いっていうのはどういう思いで戦ってるんですか？日大の加山って呼ばれるのがすごい嬉しいんですよね。日大をもっと有名にさせる、もっと上に行かせて今後につなげれるようなことができたらなと思います。その思いで2位だったとしても次の秋にインカレにつながるような試合はできたかなと思っています。なぜそこまでこう日本大学に思い入れがあるというか、どういう感謝ってことですか？感謝ですね。みんなが好きです楽しいですね。単純に日大が好きだから理由はそれくらいですじゃあこの優勝弾みにインカレだったり秋リーグだったりに向けてはどのように臨んでいきますか？まとめるとグランドスラムを目指して、目指すというかもうなる、絶対にもぎ取りに行きますので、ここだけで満足せずにインカレ秋リーグも優勝して気持ちよく卒業できたらなと思っております。優勝おめでとうございます。それぞれリーグ戦振り返ってみてどうでしたか？自分がシングルスで全勝できなかったのは悔しいんですけど、まあ、チームの皆さんに助けてもらって、まずダブルスも2敗してしまって、それもチームの皆さんに助けてもらって勝てたので、本当に優勝できて良かったです。ホッとしてます。ダブルスは前半0-3、0-3で早稲田とスクラム点を当てて、当ててからすごい話し合って、後半戦からはほぼ当てたんで、まあ、切り替えて2人で話し合ってできたんじゃないかと思って、新入試は6勝1敗だったんですけど、やっぱ明治になると松田選手の勝ちだったんで、優勝したかったなと思います。でもなかなか実力ある人がいっぱいいる中で、ここ2点起用っていうことですけど、まあ、どういう思いで戦ってますか？そう、僕はもう本来多分2点起用されるような人ではないと思うんですけど、まあ、ダブルスの、まあ、去年の成績があって今回ドラフトもらえたんで、まあ、でも自分はもう挑戦者の気持ちでシングルスもダブルスの最初の方はちょっとなんかあんま声も出てなくて、初戦とその次2戦目が終わってから声出して思い切りやっていこうって、まあ、自分たちの形を取り戻せたのが良かったなと思います。1年生からやっぱ金光さんと田山さんに2点起用されて、やっぱその重みだったり絶対勝たなきゃいけないっていう2点起用されてるから、そういう立ち位置だと思って、ここにカレーと秋で2人上昇できるようにダブルスのシングルスゲーム全体で頑張って。小林選手は日本大学を強くしたいみたいなこともおっしゃられてて、まあ、一つ優勝ということで、まあ、一個実績が残ったということですけど、この辺の日大の底上げだったりっていうのはどうですか？まずは小林でもやっぱり自分たちが落としても勝てたっていうのは、全体的にチームがレベルアップしている証拠だと思うので、いい選手も全員で、強い選手も関係なくみんなで協力し合って強くしていきたいなっていう。結構練習されてるんですか、2人で？いろんな実業団のところとか、木村さんが連絡を取ってもらって、自分も行かせてもらったので、それで、まあ、自分は強くなったっていうのもありますし、日大の練習で、木村さんができたそのいろんな技術とかを教えてもらってるんで、それで自分も大学入ってから、まあ、強くなったかなと思います。で今後、インカレと秋リーグに向けては、どのように臨んでいきますか？インカレはまず優勝を目指して、秋リーグは、まあ、今回多分春リーグで自分たちが勝ったところというのはもうまたさらに強くなって自分たちの勝ちに来ると思うので、それを上回って自分たちが勝利して、秋は全勝優勝を目指してグランドスラムを目指して頑張りたいと思います。どうですか？インカレ去年悔しい思いしたんで優勝を目指して頑張るのと、リーグ戦もやっぱりどの人が勝つか分かんないので、しっかりと準備してチーム全体を強くしてから、また秋一から挑戦者の気持ちで頑張りたいと思います。おめでとうございます。男子一部の最終結果は
ご覧の通りとなっています。日本大学は38年ぶりの優勝、7位の法政大学は入れ替え戦に、8位の大正大学は2部降格となりました。7月のインカレに向けて各校は再び練習に励みます。2年連続3位の日本大学がリーグの勢いでインカレも制すのか、前回王者の明治大学や準優勝の愛知工業大学なども優勝を狙います。今からインカレが待ち遠しいです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。 Rallies